鏡、一つ教えてやるのだ。明石清十郎は二人いる。鏡くんはバスケを嫌いになったことありますか？いや、ねえけど。僕はあります。それではこれよりウィンターカップ準々決勝第2試合、青林高校対陽仙高校の試合を始めます。レイ、よろしくお願いします。大きいだけで勝てるほどバスケは単純じゃないですよ、紫原君。やってくれんじゃん。俺は本気のタイガと戦いたい。そして叩き潰したいんだよ。借りは早く返すに越したことねえぜ。いいぜ、受けてやる。出したきゃ好きなだけ出しゃいい。俺が抜かれるなんざ天地がひっくり返ってもありえねえよ。俺に勝てるのは俺だけだ。まあその前に鏡くんだよね。眠れ歴戦の王よ。